ドイツ人のアニメの,あの講座へようこそ今回はアニメと 語学学習の関係性についいいいてて話していきたいと思いますでなぜ今回このナルトの,の,あのキャラクターの絵にしたかというと風景したかというとあの理由がありましてで高校生の時に私があのこう親友がいたんですよねで彼女はあのものすごく日本の,あのアニメのナルトが大好きでした。 であの高校生っていうのもあってあの時間がたっぷりやってたので彼女はもう毎日のように日本のナルトをずーっとずーっと見てましたいつも朝に来ると私にそのナルトはこうだこうだこうだあんだこうだこうだみたいななんかいろんな話されててであのでそのドイツのあの なんかナルトがなくてでそうすると彼女はいつも日本語であのナルトをあの見てたんですよね。日本語でナルトを見てで字幕が英語だったんですよね。でだってドイツ語の字幕さえなかったんですよ。当時だからいつも日本語で聞いて字幕を英語で読んでてすごかったのはで。そうするとまあ、毎日英語でなんか読んでてで、あのいつの間にかクラスの中の英語のトップになってたんですよ。彼女は？ だからそのなんか好きなもの一つあるとそれでねハマってしまえばすごいことになるっていうのがねあのまあその語学学習に関しては何かの言語を勉強したいと思ったらひたすらその言語であのなんかこう聞く必要っていうのがあるんですよね。か聞きま聞きまままくくくるるるほど上手くなるし であの聞くっていうだけじゃなくてあの字幕でもすごいあのなんかこう読めば読むほど読めるようになってだからうちの友達はそれでなんかクラスの中トップになれたしうちも今でも成りと見るとああ彼女好きだったなと思うようにしますみんなどうですかなんか最近どんな姉みはん姉み姉みあみ アをハマってますかもしハマってるアニメがあったらよかったらあの概要欄に貼ってるあのメールマガに登録していただいて今こんなアニメがおす,すめだよっていうのをメールマガであのメール送ってみてください楽しみにしてますぜひあのメールで好きなアニメを教えてきてください今日も聞いてくれてありがとうございましたまたね